どうも西田渉です、本日なんですけれども RF 小三元のメリットデメリットっていうところでね、こちらのレンズですよね。はい、こちらね RF24105F4LISUSM そして RF7200F4LISUSM っていうことでね、こちらの2本のレンズですよね。特にこちらの RF7200F4 に関しては、3月の10日だったかな、今月に出たんですよね。でこちらは RF2400 の F4 はもう本当に EOS R 一番最初に RF システムが発売されたと同時に発売されたレンズっていうことでね、やっと今この2本ですよね、 RF システムの小三元 F4 透視っていうところですねのレンズが揃った2405そして7200っていうところで揃ったわけですよね。まあもう皆さんもね、購入されて使われてる方もいらっしゃると思いますし、あと値段、写り、そしていろんな意味でのバランスというところで気になっている方が多いのではないかなと思って、今日はねこの RF 小三元のメリットそしてデメリットっていうところをね、かなり僕も使用してきましたから皆様に解説できるかなと思っております。ではね、早速こちらの結論なんですけれども、キャノンのニュースタンダードっていうところで何か聞いたことありますかね。これ EOS R6 のキャッチコピーみたいになってるんですけれども、まさにねキャノンのこれからのレンズ RF レンズのニュースタンダードっていうところでいいのかなと思っております。もう皆さんも使ってて、まずはこのレンズ、いろんな意味で使いやすいぞ、気になるぞっていうところがあるので、これが本当に一つの小三元 F4 透視っていうところがこれからのキャノンのね本当にスタンダードになっていくんだろうなっていうところを感じさせてもらえるレンズだなと思っております。ではね、こちらのキャノンのニュースタンダードレンズっていうところのこちらの今回は深掘りではなくね、メリットそしてデメリットっていう、ね、2パターンで解説していこうかなと思っておりますので、ぜひね最後までご覧いただけたらと思っております。まずメリットですね。まずメリットの1つ目は小さく軽いっていうところですよね。もうご覧いただいたら分かりますよね。ともに 700g、そしてこちらが 695g っていうことでね、もう2つ合わせてもですね約 1400g とか 1.4kg ぐらいなんですよ。まあ、今回ねサムネでご覧いただきましたよね、こちらの、はい、私がね普段からコーヒー飲んで使ってますワタロックマグカップっていうところで、こちらがね3月の今月いっぱい末までね限定販売を再販しておりますので、もし興味がある方はねこちらも合わせてご購入いただけたらと思います。概要欄に貼っておきますのでね、そちらから購入できますのでよろしくお願いいたします。でこちらのマグカップとも比べていただきたいんですけれども、レンズキャップを取った場合のサイズ感ですよね。いやもうスタンダードなコーヒーマグカップとほぼ同じサイズなんですよ。例えではね、350mm のカンカンと同じサイズっていう風に例えられるんですが、サイズ感ですよね、ほぼマグカップと一緒っていうことになりますよね。なのでこのぐらいのサイズ感、そして小さく軽いっていうところ、これがまず一つ大きなメリットになるかなというふうにね思っておりますね。おそらく男性女性問わずやはり軽さは正義っていうところ僕は歌っているんですけれども、皆さんもそれはお気づきですよね。やはり軽いと機械損失、持ち出し頻度が増えるっていうことで撮影をしないっていうことが減るんですよね。なんでそこが僕はね一番重要な要素だと思ってまして、なのでねこちらのRF7200 もそうですが、もうほぼ同じ大きさですよね。小さく軽いっていうところが大きな一番のメリットかなというふうにね思っておりますね。で続きましてなんですけども、こちら2405に関しては写りを含めてもね火の打ちどころがほぼないかなって感じですね。暗部の部分 RF システムになってからはとにかくね暗い部分、グレーから黒の部分の描写が非常に上がっているんですけれども、こちらの2405もね同じく非常に暗部の部分の描写がいいんですよね。なんでそういった意味でもこの2405は 4.5 倍のズームですよね、約ね24から105mm、その 4.5 倍ズームがありながらもその暗部の部分も美しいですし、描写も非常にね安定していて火の打ちどころがないレンズかなと思っておりますね。で続きましてなんですけども、この2本ですね、ともに今後5年間は使える、安心して使えるっていうところでおすすめできるかなと思っております。先ほどニュースタンダードっていうふうに申し上げました通り、もう本当に作りもいいですし、そして倍率ですよね、24105そして7200っていうこのレンジ、この2本があればですねほとんど全てのものが撮れてしまうのでね、なのでそういった意味でもこの物の作りの良さ、そして写りの良さっていうところを考えても、これからカメラが進化していったとしても十分にねこのレンズ対応可能なので、そういった意味で、ね、今後5年は、使えるという意味でも担保されているレンズっていうところでねおすすめできるかなと思っております。で続きましてなんですけども、 EOS R6 との組み合わせ、 EOS R6 との組み合わせが本当におすすめかなと思っております。
これ R5 じゃないのって、もちろん R5 でも間違いなくいいんですけれども、 R6 に関しましては2000万画素っていうね画素数ではあるんですけれども、 ISO100 から ISO102400 までね、本当に幅広い ISO 感度でね使えるんですよね。これが本当に僕が使っている感覚からしても ISO8 万とかでね仮に撮った状況だったとしても十分にね絵として使えたりするんですよね。こちらこちらもね発売している写真集なんですけれども、こちらの中でこちらの写真ですね、これが EOS R6 に RF2405 をつけて F4 ですね、で ISO8 万でね撮影した写真なんですよね。ご覧いただけますよね、かなりこれ CMYK 印刷なんですけども、色のノリ、そしてノイズ感っていうところも本当気にならないぐらいで素晴らしい描写を示してくれてるんですよね。なんでこういった形で実績も出てるレンズなのでね、本当に R6 の組み合わせが素晴らしいかなと思います。なぜならその ISO 感度の幅広いレンジで対応できるので、 F4 ってちょっと暗いなって仮に思ったとしても十分に R6 なら1段2段上げても問題なし、そして F4 の AF って遅くならないのっていうところが、今回の R6、R5 のオートフォーカスに関しては 2.8 であろうが F4 であろうがね、 AF の正確性っていうところではほぼね遜色ないので、そういった意味でもね AF が正確に合ってさえくれれば解像感って必然的に上がってくるんですよね。その AF の精度のぶどまりが上がれば必然的に同時に解像感も上がってくるっていうね、こういった要素がありますから、なおさら高 ISO に強い R6、 そして AF の性能が高い R6 っていうところ、 R5 とほぼ同等のね AF 精度ですから、そういった意味でね R6 の組み合わせが僕はおすすめかなと思っておりますね。で続きましてメリットなんですけれども、ビルドクオリティの高さってことですね。先ほどもねちょっと申し上げたんですけれども、ここのトルクの感じとかなんですよね、この辺の作り、この辺のこの動きですね、マニュアルフォーカスのこの駆動とかこのコントローリングとかっていうところですね、この辺の作りがですね RF7200 もそうです。同じくねここのトルク感ですね、こういった動くところが正直ね RF の第3元 RF の 2470F2.8 で RF の 7200F2.8 とか、こういったこの駆動域ですね、こういったところの作りとかがほぼね遜色ないんですよね。それぐらい RF 第3元と比べた時には約半額で買えるレンズなんですけれども、その割にはですね作り、こういったところの可動域駆動域っていうところの非常にね上質な感じっていうところがね非常にお勧めできるなっていうふうに思っているんですよね。なのでビルドクオリティの高さっていう意味、そして所有欲もねそういった意味で増しますから、本当にいいレンズを購入したな、使ってるなっていう感覚がねこのレンズ使ってると思えるんですよ。でそういった意味でもね非常にお勧めできるかなと思っております。で続きましてデメリットですね。デメリットに関してはですね7200、これはまあ多少のデメリットなんですけども、僕としてはねちょっと歪曲収差が出るかなって感じですね。歪曲収差は何かって言いますと、ここに映ってますよね、こういった縦線、こういったこの縦線が多少ねこう端の方周辺の部分でね歪んだりするんですよね。今ご覧いただいているのは RF1535 ですけれども、ご覧いただくようにここまっすぐなってますよね。ここはねまっすぐなので、レンズプロファイルを当てた場合はその歪んだものがまっすぐもちろんなるのは当然なんですけれども、かなりねいいレンズ RF2870F2 とか RF50-1.2 とか、ああいっためちゃくちゃクオリティの高いレンズになると、そういったレンズプロファイルを当てなくてもまっすぐなものが本当にまっすぐに仕上がるんですよね。その辺はやっぱりこれだけの小型化、そして写りの良さっていうところを詰めてはきているんですけども、歪曲の部分ですね、周辺がちょっとこう歪むっていうところでは小さくしているっていうところでね、ちょっと問題があるかなっていう感じですね。歪曲がちょっとするですが、ライトルームですとか DPP でねレンズプロフィール当てれば歪んだものがまっすぐなりますから、そういった意味でもねライトルームはもう間もなくこれレンズプロファイルが多分アップデートされると思いますのでね、そちらも合わせて利用するといいかなと思っております。なので歪曲に関してはね出ますから、僕のようにキャプチャーは C1 でね現像するようなプロのフォトグラファーになると、水平垂直とか建築物を撮るとかっていう時にはねちょっと躊躇してしまうレンズにはなるかなと思っておりますね。次なんですけれども、 EF の第3元以下の写り、そして小3元以上の写りっていうところですね。これどういうことかと言いますと、 EF レンズでも第3元 F2.8 投資のズーム、そして小3元 F4 投資のズームっていうところがあるんですが、やはりね比べますと EF の2470の F2.8 と比べた時にはやっぱり EF の2470の第3元の方がいい写りかなというふうに思っております。こちらもしっかりですね、やはり EF の7200の F2.8 の3型とかと比べるとさ
すがにちょっとこっちの方が映りは劣るかなと。ですがやはりね、小三元の EF の小三元と比べると小さい割には本当に映りがより良くなっていると。フランジバックも短くなってますしね。そういった意味で、小さいのに明らかに EF よりは映りがいいっていうところですが、 EF の大三元よりかは現状ね、こういったアンブのグラデーションとかそういったところの描写性能っていうふうに考えるとね、やはりちょっと劣るかなっていう感覚が僕の中ではありますね。はい、それではね、総括に参ります。 RF ユーザーのファーストレンズとしてはね、本当におすすめかなと思っております。例えばですが EOS R を買いました、 EOS RP を買いましたっていう時にレンズどうしようかなって迷った時には、まず最初に候補に入れてほしいのはここのレンズですね。もちろんそんなに安いレンズではないですけれども、両方ともね、新品で買うと10万円を超えるレンズですから安くはないんですけれども、せっかくね、いいカメラを購入したからには同時にいいレンズと組み合わせることによってね、絶対に iPhone とかスマートフォンでは撮れない世界が見えてくるんですよね。安いレンズとかでも映るは映るんですが、やはりね、キヤノン純正の RF レンズ、そして R のカメラと組み合わせることによって素晴らしいね、描写性が出てきますから、ぜひともね、 RF ユーザー、そしてファーストレンズとして本当にこちらの2本がね、おすすめかなというふうに思っております。で、次なんですけれども、この2本でね、撮りたいものの 90% ぐらいは撮影できるかなというふうに思っておりますね。もう24-105、70-200、24mm から 200mm のレンジがあれば、もうほとんどですね、例えば航空機、野鳥とかを撮りますとなれば、もちろんこれじゃちょっと無理ですというふうにはなってくるんですけれども、まあ、それってさっき言った 100% のうちの約 10% いるかいないかぐらいのね、ユーザーの方だと思うんですよね。例えばお子様の記念、イベントを撮るとか、誰かの何か発表会を撮るとか、そういった時には 200mm ぐらいまであればね、大体撮れてしまいますし、そして F4 投資のね、ズームであれば、もうムービースチル問わずね、ほんとまんべんなく、ほぼ過不足なく撮れますから、90% 以上はね、撮りたいものが撮影できるっていうふうに考えていいかなと思っております。で、最後なんですけれども、単焦点レンズあたりとね、さらに組み合わせると完璧かなと思います。やはりどうしてももっと F4 よりも背景をぼかしたいとか、暗い中でも低位ISO で撮ってクオリティを上げていきたいってなった時にはこの辺りのレンズですよね。 L レンズではないんですけども、今安くて小さくてっていうところでキヤノンもね、 RF レンズ 50mm そして 35mm っていうね、単焦点出てますから、この辺のレンズを2本持ちながら、所有しながら1本ぐらいね、軽くてボケるレンズっていうところ、そして安いのでね、この辺の3本ぐらいと組み合わせておくと、もうかなりね、写真ライフが充実してくるかなと思います。特にこっちのRF35mm の F1.8 に関しては、これもね、歪曲収差とか本当に出なくてね、素直な描写のレンズ、さらに言うと 0.5 倍のマクロっていうことでめちゃくちゃ接写ができるんですよね。なのでこの辺のレンズで接写がもうちょっと寄りたいってなった時に、こちらの RF の 35mmF1.8 ですよね。このレンズとかが1本カメラバッグに入っておくと、この3本あればね、もういよいよ撮れないものがないっていうところで完璧な装備になるかなと思っております。そして EOS R6 ですね、このカメラと組み合わせるとなおさら撮れないものがないっていうことになるかなと思ってます。なぜなら ISO100 から ISO 102400までの幅広いレンジで、間違いないね、写真が出てきますから、そういった意味でも安定した運用ができるかなと思っております。ぜひね、参考にしていただけたらと思っております。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渡でした。